あ、こんにちは、ぎまです。今日もスクラッチのですね、ゲームの作り方やっていきたいと思います。今回作るのがですね、こういうやつです。前回も迷路を作ったんですけど、今回はそのちょっと改良版というか、前ただこうやってコースって2名いて、なんだ、最後ベルかなんか取ってクリアだったんですけど、僕はこうやって敵、こういうキャラクターを出して、そうやって避けながら進むっていうやつで、リンゴ1個取ると、1点なんですけど、こいつがですね、この辺まで来ると追いかけてくるんですね。わざと当てますか。ゲームオーバーになると。で、下もやりますね。で、こいつの当たってもゲームオーバーになると。でも、リンゴを3つ、まあ、ほんとゲームオーバーだったら終わりなんですけど、そのまま当たらずに、こう、リンゴ3つ取ったら、ウィン、ね、クリア。これがだから、リンゴを3つ取ったらっていうのがあれなんで、もし順番が、最後のリンゴを取ったらっていうわけじゃないんですね。これ、狭いな。これ1個取って、3個全部取らないと、勝ちにはならないっていうことですね。はい、こういう感じです。これちょっとやっていきたいと思います。これ結構、複雑になってくるのかな。これは、ね、そうですね。ちょっとまあ、この辺の数もいつもより多いですし、少しこの辺から複雑な感じにはなってくると思うんですけど、まあでも、使ってるのはいつもと一緒ですね。もしと、なんだ、ずっととも組み合わせるもの。で、まあその数が増えてるだけなんで、そんなに一回やってしまえば、大丈夫だと思います。で、そうだね。何が新しいかな。この辺かな。この辺のイコールとか、この辺使ったことないですよね。この辺を新しく使っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ、まずは、これからいくか。ね、これから見る人もいるもんね。初めてね。だから、この動きをまず。行きましょう。だから迷路の時は前回説明したんですけど、これでやったらうまくいかないよっていうことですね。なんで15パスと90度に行けると、これでこの猫の動きは作っていきたいと思います。これが90度じゃないんで、こうか、ここね。で複製して猫にしようと。で、左の、これは、こっち側は、はい。それで合ってるんだよね。で、もう一個は下と、下。で、これも下と。はい。はい、こんな感じですね。で、X 座標、Y 座標を10ずつ変えるっていうので、もう、まあ、動きは作れるんですけど、迷路のこのバーに当たった時に、うまいこと、相殺しない、うまいこと動かないので、こういう風な組み方、このか、なんでしょう、角度で右向いてから10、上向いてから10という風な感じにしてます。例えば、詳しくは前回の迷路の1回目かな、だったかな、それで説明してますので、そちらご覧ください。はい、じゃあ、動きはこれでできているのかな。あ、どうしよう。猫にやっちゃった。ヌールがいい？猫でもいいか？じゃあ、ちょっとせっかくなんで、間違えたので、ボールで行くとするじゃないですか。ね、で、またこれ1回やるのめんどくさいですよね。だからこれを、こういう風に動かすことできます。今わかりますかね？こいつを引っ張ってきて、こうやって、パッと離すと、こいつにこれ移動してくれます。なんでこう、キャラクター変えたいときとか、こうやってできるので、そんなに。うわ、しまった、失敗したと思わなくても大丈夫です。すぐ移動できます。はい。で、これを消しちゃったわけですね。これですね。そうすると、同じように動きます。で、どうしようかな。さっきのはちょっと難しかったんだけど、単純に、していっていいですかね。じゃあ、背景に、迷路を書いていきたいと思います。で、
と、だから、雲みたいなやつがこうやって動いてるから、どっかいかないでしょ？うん、じゃあ、何とかしようかな。はい、これで、縦に一本、これ、あ、こっちか。縦にこう、でしょ？なんで、で、ここにリンゴが1個あって、ここにリンゴが1個、こんな感じでしょうかね。はい。じゃあまあ、さっきよりも簡単にこんな感じでいきたいと思います。はい、今日1個描きました。青で描きましたね。はい。じゃあ戻って、じゃあまたこれにぶつかったら相殺するっていうところまで作りましょうか。これですね。で、当たり判定の時はいつもの、ずっと、どうもし、と、セットですね。で、当たり判定調べるので、これで色を調べます。お、初めから水色になってる。クリックして、はい、これクリックして、クリックします。あ、ちょっと違うね。で、触れたなら、そう、反対側、マイナス10いってほしいので、ここから、10動かす、これで、これをマイナス10にしていきますね。そうすると、これで、動かないように、こう、なってくれます。こんな感じですね。はい。じゃあ、リンゴと、まあ、キャラクターを追加しましょうか。リンゴでいいよね。これをじゃあ、こっちにまず1個と、あ、ここにまず1個追加しましょうかね。はい。んで、どうしようかな。リンゴを追加して、とりあえずこいつをじゃあ取ったら1点入るっていうのを作りましょうか。これこうやって取ったら1点ここに入る。時間じゃなくて今度は点数でいきます。なんで、変数から作るですね。で、点数作ります。で、今までこれを時間だったんで、1ずつ変えるってのを入れて、ずっと入れて、1、2、3、4って数えたんですけど、僕はこれはしないですね。はい、で、これの、また当たり判定を取らないといけないので、どうしようか、分けて作りましょうかね。見やすいもんね。ちょっと待ってくださいね。はい、もう一個じゃあ、旗、見ましょうか。ね、当たり判定のものを作ります。ずっともしか。いつものずっとともし。まあ、これと一緒ですよね。これのリンゴバージョン、そうですね。これのリンゴバージョンを作ります。スプライトとスプライトなので、色じゃなくて、調べる。これね。これで、ブルッとします。これが、ボールがアップルに触れたら、じゃあどうするか。これマイナス10だったんですけど、今回点数が1増えるっていうのをここに入れてあります。1秒待つじゃなくて点数か。1ずつ変える。これですね。こんな感じでいきます。1ずつ変える。で、これは、こう進んでって取ったら消えてほしいんですよ。これがずっと残ってると、ジュ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 ってここでもどどど点数が無限でこう入ってて、ここに立っている間ね。だから、これは一回取ると消えるというのを作ってあげたいです。なので、最初は出てていいんだよね。これは、イベントからされたら、最初はもう表示する。まあ、消えちゃうんで、ボールが、当たると消えてしまうんで、まあ、出てるんですけどね、表示するを入れます。で、あ、そうか、わからない。ごめんなさい。ここに、当たったらっていうものをポンと飛ばしてあげる必要がありますね。これ、まあ同じなんですけど、点数を1ずつ、1変えて、そして、なおかつ、当たり判定のこれ、なんとか、これですね。メッセージを送る。これを、どんどん、今食べます。食べる。作ります。
そうすると、点数が1点入って食べるをポンと送りますよと。そしたら送られてきたらそれをリンゴがここでキャッチ受け取ってケースというものをここで作ります。ケース隠すね。はい、これで確かに これちょっと点数が1点入るかとか見てみます。これでポンと1点入ってリンゴがうまく消えました。はい、 OK ですね。で、今回リンゴ2つにしようかな。2つにして2点これが2になったらクリアっていう風にしたいんですけど、ここでもう1個、リンゴを選んで、リンゴを選んでこれをこう別にこうやって入れてあげてもまあ同じなんですけど、これをこのまま右クリックすると複製することできますので、これですね、複製。そうするとこの中身も複製されます。こんな感じで。だからなんだろう、今まあリンゴ2個だけなんで、これ消えちゃってる。リンゴ2個だけなんで、まあ、そんなにさっきのやり方でもいいし、もう一回これ1からこうやって。練習も兼ねてこうやって食べるを入れて隠すってやっても別にそんなに変わらないんですけど、これがもしだとシューティングゲームとかでめちゃくちゃこうなんかいっぱい置いてるとか迫ってくるとかってやった時にこの一個一個全部作っていくの大変なんで、とりあえず一個作ってプログラムこれバーって書いて OK だったらこうやって右クリックして複製する、で1だけこうやって調整するってやった方が楽ですね。はい、じゃあ今日はこれぐらいにしときましょうか。また次、なんだ次どうしようかな。この辺か、雲とかこの、なんだこれ、魔女この辺をやっていきたいと思います。3点、2点取ったらクリアを作られてくださいね。いいね。はい、じゃあまた次やっていきます。ありがとうございました。